11レースのガールズ決勝、見事初優勝を飾りました東京の岡本里奈選手です。初優勝おめでとうございます。ありがとうございます。昨年5月小倉でデビューされまして、1年少しですね、初優勝になりました。今の率直なお気持ちをお願いします。そうですね、すごく時間かかってしまったんですけど、こんな豪華なメンバーの中でまさか優勝できると自分でも思ってなかったので素直に嬉しいです。今この気持ちを誰に伝えたいんですか？そうですね、これまでたくさん協力してくださった親とか師匠とか一緒に練習してくださってる仲間の人たちとか、あとはいつも応援してくださってるファンの方々に伝えたいと思います、うん、はい。1年と4ヶ月ぐらいですけど、はい、長かったですか短かったですか？いや、長かったですね。長かったですか？はい。ただ、この優勝にはこう近づいている印象というのは非常に成績見てもらったと思うんですが、そうですね、ここ3場所もね、決勝2着続きでした。はい、はい、手応えなどあったんですか？いやそんなに自分の中で何か大きく変えたこともなかったですし、うん、こうたまたまいい結果が続いてるっていうふうに自分の中では思ってたので、まさか優勝できるとはって感じです、うん。ただうまいレース運びといいますか、そういったところの解説の方なども評価されていたんですが、はい、そのあたりの意識というのはどうですか？そうですね、児玉さんとかそういう方みたいに爆発的な自力があるタイプでは正直ないので、こう平子さんみたいに自在にうまく立ち回って自分の力を出し切るっていうレースができたらなというふうに思います。今日のレースは、初手は威張ってからでしたけど、はい、どのようなプランだったんでしょうか？山口さんが、初日前から進めていい結果だったので、はい、今回も前から動くんじゃないかなっていう予想で、そこの番手にはまってからっていうふうに考えてたので、うん、初手の位置取りから、自分の想像通りというか、うん、そこからの動きは見てからじゃないと分からなかったんですけど、はい、いい形で終われたので良かったと思います。最後直線向いた時はどんな気持ちだったんですか？3コーナーでちょっと打ち飽きそうだったんで、どうにか空いてくれっていうふうに、はい、思って、4コーナーも道開けっていう気持ちでした。開けた感じですね。そうですね、はい、この初優勝で何か気持ち的に変わりそうですかね？そうですね、これを自信にして、これをきっかけに次からもまた頑張りたいと思います、はい。大宮に関しては印象どうですか？初めてだったので、はい、500バンクも自体も去年から1年以上ぐらい経ってたので、すごい不安なところはいっぱいあったんですけど、いい印象で終わりたかなと思います、うん、そうですね、今後の弾みに、していただきたいと思います、はい。最後に一つ気になったことがありまして、はい、嫌いな食べ物がナポリタンっていうのがね、あんなに美味しいのに、はい、なんで嫌いなんですか？なんかちょっとやる気のない麺っていうか、パスタはアルデンテがいいんですよ。ちょっと固めがいいんですね、はい。でもナポリタンってちょっとよく茹でてもちもちやるじゃないですか、なんでそのやる気のない感じがちょっと苦手。もっと意志としてほしいです、はい、それでは皆さん見てますんで、はい、最後に初優勝の喜びもう一度お願いします。はい、いつも応援ありがとうございます。おかげさまで初優勝することができました。これからも一生懸命頑張るので、また応援よろしくお願いします。ガールズ決勝、見事初優勝を飾りました東京の岡本里奈選手でした。優勝本当におめでとうございました。ありがとうございました。